パノラ軍はアメリカ合衆国テキサス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23,796人であり、2000年の22,756人から4.6%増加した。軍庁所在地はカーシー自治であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はインディアンの言葉で面下を意味している。パノラ軍は 州内に30ある、禁酒軍の一つである。パノラ軍は1846年に、ハリソン軍とシェルビー軍の一部を合わせて設立され、軍名は面下を意味するインディアンの言葉から名付けられた。カーシージ治のパノラ軍歴史遺産博物館アメリカ、合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は821平方マイルであり、このうち陸地801平方マイル。 水域は20平方マイルで、水域率は2.49%である。カーシー自治のサミー・ブラウン図書館、パノラ群全体で利用されている、パノラウォッチマン新聞社、1873年に、カーシー自治で、南軍隊駅兵トム・エムバウアーズによって、創刊された以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パノラ群の公共教育は、 夏季の独立教育学区が管轄している。軍内には1947年にカーシー時に開設されたパノラカレッジがある。現在計画中のトランステキサスコリダーの TTC-69 路線が軍内を通ることになる。ありがとうございます。